米大リーグのゴールドグラブ受賞者が3日、日本時間4日、夏季のように発表となった。日本の記者投票ではなく、3 9球団の監督、コーチの投票を75%自球団の選手には投票できない、守備指標を25%の割合で合計して決定される。写真、マミコ夫人まなざし麗しい姿が、ビューティフル。MLB 公式サイトのサラ・ラングス氏の X によると、 14選手が初選出されたのは22年に並んで史上最多タ10人以上の初選出は昨年まで4年連続で史上最長だったが、これを更新した。ワールドシリーズを制したドジャースからは、W. スミスホッシュと E. ヘルナンデス外野手がユーティリティ部門でノミネートされていたが、選出されなかった。アリーグ一塁手で C. サンタナ、ツインズが初受賞。 38歳175日での初受賞は、野手史上最高齢。投手を含めると史上3番目となった。アリーグ右翼種の W、アブレイユ、アールソックスは、一年一郎、マリナーズ、ラに続き史上7人目のルーキー受賞となった。アリーグ、投手、セスルーボーロイヤルズ、初、ホッシュ、シーローリー、マリナーズ、初、一手シーサンタナ、 スインズ、初。二類種、エーヒメネス。ガーディアンズ、三度目。三類種、エイブレグマン。アストロズ、初。遊撃種、アールウィット。ロイヤルズ、初。左翼種。